高知県で大雪警報が発表されました。高知県で大雪警報が発表されました。詳しい地域について見ていきましょう。高知県高知市、南国市、土佐市、須崎市、江南市、こういった地域で大雪警報が発表されております。この地域では本日の昼前まで大雪に警戒してください。では実際にいただいているリポートをご紹介していきます。高知県高知市からです。雪がしんしんと降っています。高知市内でここまで雪が降るのは久しぶりといただきました。ここまで雪が降るのはかなり久しぶりだということでリポートで送ってくださっております。しんしんと降る雪の報告で届きました。そして現在の報告見ていきましょう。高知県内ですと中部の地域を中心として雪報告が届いております。そして黒いプロットドカドカという大雪報告も届いています。この後の雨雲の動きというのもですね、ご自身で確認しながらお過ごしください。特に午前中を中心に強い雪の降り方となる恐れがあります。ウェザーニュースのアプリからは最新の気象情報を確認することができます。ご活用ください。